2022年オフ、阪神からメジャー移籍を果たした藤浪晋太郎投手。2023年は中継ぎとしてメジャーで1年間完走しましたが、今年はすでにマイナー降格し苦しい状況です。そんな中、藤浪投手の阪神復帰説が出ています。現状、投手王国と言っていい阪神タイガース、果たして藤浪投手は戻ってくるのでしょうか。今回の動画では藤浪晋太郎投手の阪神復帰説について紹介していきます。現状の藤浪晋太郎。2024年オリオールズからメッツへと移籍した藤浪投手、中継ぎとして期待されていたものの、オープン戦では散々な成績でした。藤浪投手はオープン戦で5試合に登板しましたが、課題とするコントロールに改善が見られず、3回と3分の2イニングを投げ、ヒット4本を打たれ、フォアボール4つ、デッドボール1つ、6失点という内容で、防御率 12.27 と散々としか言いようがない成績でした。藤浪投手のこの結果を受け、メッツのメンドーサ監督は、降格させることにした辛い決断だったと話し、藤浪投手をマイナーリーグに降格させる意向を示しました。そのため藤浪投手は今後、メッツ傘下のAAA シラキュースに合流し、大リーグ昇格を目指すことになります。しかし、AAA に降格しても状況は良くなりませんでした。藤浪投手は2024年4月28日に行われたガーディアンズ傘下のコロンバスクリッパーズとのダブルヘッダー第2試合で6回に3番手で登板。先頭打者にセンター前ヒットを許した後、次の打者をレフトフライに打ち取ったものの、そこから連続四球を与え、ワンアウト満塁でセンター前タイムリーを許し失点しました。藤浪投手はこの試合3分の1イニングを2安打2失点2四球、プロ入りから常に課題となっていたコントロールの改善は見られないどころか、どんどんひどくなっている様子でした。そして AAA での防御率はなんと 15.88。 そんな藤浪投手のあまりにも不甲斐ない投球に、地元放送局の実況アナウンサーも怒り心頭でした。はあ、晋太郎、チームメイトがホームランボールをキャッチしてくれたじゃないか、勘弁してくれ、いい加減に、耐えられないわ、全くひどい選手だと抑えていた感情を爆発。英語だともっとひどい放送禁止ワードを発していました。実はこの発言、実況アナが思わず口にした愚痴で、マイクのスイッチを切り忘れていたため放送に乗ってしまったのです。2023年オークランドアスレチックスで大リーグデビューした藤浪投手、当初藤浪投手は先発ローテーションに組み込まれました。初登板となった同年4月1日のロサンゼルスエンゼルス戦では、3回途中8失点と大炎上。当時エンゼルスでプレーしていた大谷選手にもタイムリーヒットを浴びたのでした。昨年4月の成績は6試合で18回を投げ0勝4敗、防御率 13.00、 ウィップ 2.17。 その後も浮き沈みのある投球がしばらく続いたものの、中継ぎに回ると徐々に安定。6月以降は最速165キロの速球で打者を圧倒する場面も見られ、その投球が強豪チームであるオリオールズに認められ、移籍を果たし、なんと大谷選手よりも先にシャンパンファイトまで経験してしまったのです。藤浪投手本人も4月は苦手であると認めており、調子が出ていない可能性もあります。しかしメジャーの舞台で調子が悪いといった、そんな理屈は通用しません。そんな藤浪投手の現状について、あるスポーツライターは、実況アナがこれだけブチギレしているのですから、後ろで守っている野手も相当のストレスを感じていたのは間違いないでしょう。大谷翔平にも匹敵する剛速球は変わらずですが、制球難は一向に改善する気配がない。実況アナは、メジャーにはとてもじゃないが昇格させられないとぼやきが止まりませんでしたが、ごもっともな指摘ですと、藤浪投手のメジャー昇格は厳しいと断言。藤浪投手とメッツの契約は1年間です。しかし今のところその間に結果を出せそうな気配がありません。今後の藤浪晋太郎。藤浪投手の今後はどうなるのでしょうか。藤浪投手に対するメッツ側の認識、それはメジャーでとても使えそうになく、 AAA でも敗戦処理でしか起用できずに、他の投手陣への負担が増し、
AA やシングル A に降格させることも年齢的に厳しい投手といった感じでしょう。日本のプロ野球のシーズンにおけるトレードと新規契約が可能な期限は7月31日。もし日本のプロ野球のどこかの球団がメッツに対しトレードマネーを支払う形で藤浪投手の譲渡を申し入れたら、使いようのない選手のトレードマネーが入ることとなり、メッツは応じるでしょう。メッツは今季藤浪投手に約5億円の年俸を支払います。本人から辞めたいと言ってこない限り支払いは続きます。しかしトレードマネーを得られるのであれば損失は最小限で済みます。現状の藤浪投手をどのメジャー球団も欲しがることはないでしょう。また日本のプロ野球ですら厳しい可能性があります。そのままシーズンが終われば1年契約の藤浪投手はフリーになります。何もシーズン中に急いで獲得に向かう必要性はどこにもありません。そのためシーズン中の移籍は難しいと考えられます。ただ一部のメジャーリーグ関係者によると、藤浪の代理人のスコット・ボラス氏とメッツとの水面下の話し合いが近い将来始まるだろうとされています。メッツとすれば藤浪投手を在籍させ続けることにネガティブな背景が生まれるのであれば、シーズン終了を待つよりも早めに対応した方がいいとジャッジするのではないか、無償トレードで放出することも選択肢の中に入ってくるのではということも考えられます。そして藤浪投手の新たな受け入れ先は岡田阪神一択になるでしょう。他の11球団が今の藤浪投手に触手を伸ばす可能性は皆無です。岡田彰布監督は2022年のシーズンオフ、15年ぶりに阪神監督に復帰。ちょうどその時藤浪投手はポスティングシステムを利用してメジャーリーグのアスレチックスに年俸325万ドルで移籍しました。そのため岡田監督と藤浪投手は微妙にすれ違っており、直接指導は受けていません。もし藤浪投手に救いの手を差し伸べるのであれば、それは古巣の阪神のみ。そして自分の手で藤浪投手を再生するというプランが目の前に現れた時、岡田監督はそこから目を背けることはしないでしょう。なのでボラス氏とメッツとの藤浪去就会談は7月下旬の岡田阪神復帰を念頭において、近未来にスタートを切るとメジャーリーグ関係者は見ています。藤浪投手の7月31日阪神電撃復帰シナリオはフィクションとは言い切れない状況が揃いつつあります。実は相思相愛な阪神と藤浪選手は10年間所属した阪神から2022年オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦をしました。阪神時代の藤浪選手は新人時代から3年連続で2桁勝利を挙げ、エースとして活躍。以降はイップスを疑われるほどコントロールが乱れ、不本意なシーズンを送っていました。そんな中、自らポスティングシステムを利用してメジャー挑戦を表明。ある阪神 OB からは、藤浪は阪神から逃げたのではとも言われていました。そんな経緯もあり、メディアからは阪神と藤浪の間には確執のようなものが生まれていたという報道もありました。しかし確執どころか、メジャー挑戦後も藤浪の阪神愛は変わらないようです。藤浪投手は18年ぶりにリーグ優勝がかかった試合も現地からネット中継で観戦したほどでした。タイガースが優勝した瞬間を見届けると、朝から感極まってます、 V やねん、今まで一緒に戦ったチームメイトたちの勇姿を祝福。インタビューで岡田監督が、あれを決めたのは優勝まで、日本一はね、なんかいい言葉があったら教えてくださいとファンに問いかけると、藤浪選手は、あれの次はそれよ、おーんと指揮官へ鋭いツッコミを見せるほど阪神と岡田監督への愛着を示していたのでした。また藤浪投手はメッツ移籍前の2023年11月13日関西ローカルのニュースランナーに生出演。藤浪選手は阪神の日本一について、中継ぎでも先発でも自分はビールかけの輪にはタイガースに残っていてもいなかったんじゃないかと話しました。藤浪選手がそう思った理由は、日本一の原動力となった強力投手陣、その投手層の厚さでシーズンを勝ち抜き日本一へ駆け上がりました。藤浪選手はアメリカから古巣の状況はチェックしていたといい、シーズン始まった時から優勝すると思っていた、戦力が抜けていますし普通にプレーすれば勝てると思っていた、驚きはしないですね
みんなのびのびやっていた。岡田監督がやりやすく気持ちよくプレーできていたんじゃないかと思いますと岡田監督の采配を称賛しました。また出演者から将来的なタイガース復帰について問われた際、藤波選手はタイガースが必要としてくれるなら好きなチームなんで戻りたい気持ちもありますし、でも代理人的にはあまりそういうことは言わないでくれと言われていると阪神に戻りたい感情があることを明かしたのでした。一方岡田監督も藤波投手については特別な思いを持っているそうです。藤波選手のメジャー挑戦は岡田監督就任前から決まっていたことで、去就については関与していませんでした。阪神時代の藤波選手は制球難もあり、近年は大きく調子を落としていました。しかし指導者として選手の才能を開花させることが大切だと考えている岡田監督、岡田監督は藤波選手のメジャー挑戦を惜しんでいたのです。岡田監督は評論家時代から低迷する藤波投手のことを気にかけており、自分の手で復活させたいという思いがありました。そのため岡田監督は藤波選手を俺なら再生できるよと自信満々に話したこともあります。さらに岡田監督はフロントに対し藤波選手のポスティング移籍について、なんであいつを出したんやとフロントに不満を述べたこともありました。もし藤波投手が日本球界に戻ることとなれば、岡田監督は真っ先に藤波選手の獲得をフロントに提案し、フロントも了承するでしょう。もしかしたらすでに提案していたのかもしれません。筒香のように古巣出戻りはあるのか。古巣阪神に戻るのではと言われている藤波投手、今年メジャーで活躍できずに古巣に戻った選手がいました。それが筒香嘉智選手です。 DeNA は4月16日筒香嘉智選手が入団することが決定したと正式に発表。3年契約で2年目までは推定年俸3億円、3年目からは変動制となります。背番号は19年まで背負い、現在は空き番号の25で5年ぶりの古巣復帰となります。筒香選手は横浜高の1年から4番を任され、2009年にドラフト1位で横浜に入団、2016年には本塁打と打点の2冠王に輝くなど、主砲キャプテンとしてチームをまとめてきました。2019年オフ、ポスティングシステムを利用してレイズに移籍、2021年シーズン途中からドジャース、パイレーツなどメジャー、マイナー、独立リーグを含む7球団を渡り歩きました。2024年はジャイアンツとマイナー契約を結び、招待選手としてメジャーキャンプに参加したものの、3月21日に退団決定。 DeNA は2019年オフのメジャー挑戦表明と同時に、日本でプレーすることになったらベイスターズに戻ってきてほしいと伝えており、3月にジャイアンツを退団になった際も、その気持ちは今に至るまで変わっておりませんと声明を出し、一貫した姿勢を示していました。三浦監督はこの日の広島戦前に取材に応じ、よかったです、本人もいろいろ悩んだと思いますけど、25番が帰ってくるということでファンの方も楽しみにしていると思いますし、自分自身も非常に楽しみにしてますと共闘を心待ちにしていました。そんな筒香選手の入団会見は4月18日横浜スタジアムで行われました。雨空の中、開放されたスタンドには多くのファンが詰めかけました。古巣復帰決断の理由について筒香選手は、僕は常に野球が上手くなる方というのが自分の頭の中にあり、上手くなる方を選択してきたつもり、ジャイアンツを退団になりどうなるかわからない状況が続き、正直日本に復帰するモチベーションが上がらなかったのが事実、毎日練習して考えていく中でやはりベイスターズで優勝したい、優勝するという思いが僕の今日本でプレーするモチベーションとなりましたと明かしました。決断について筒香選手は、自分一人で決めましたとし、古巣の熱意についてはアメリカに2020年に行った時から毎年本当に僕の心を動かされるような言葉をナンバーオーナーにかけていただき感謝していますし、オーナーが掲げる横浜優勝に一緒のピースとして精一杯頑張りたいと語りました。また阪神からの出戻りといえば藤川球児氏です。2012年オフに海外 FA 権を行使してカブスと契約した藤川氏、阪神のユニフォームを脱いだもののメジャーなど3シーズンを過ごした後、2016年に古巣阪神復帰を果たしました。
そんな藤川氏が前例のない阪神への出戻りができたのは、当時の金本知憲監督の熱意があったからだそうです。阪神 OB で元メジャーリーガーの矢部氏は、僕が阪神の一軍投手コーチをしていた2012年のシーズンオフにメジャーに行って、向こうでは思った成績が出せずに2015年のシーズン中に日本に帰ってくる選択をしました。この時阪神もオファーを出したけど、あまり誠意のないオファーで結局地元高知の独立リーグに入った。そして翌2016年に阪神に戻ってきたわけですが、あれは金本監督がいたから戻れたんだと思いますと語りました。それまで阪神は FA で自分の意思でチームを出ていった選手を呼び戻すことはしなかったそう。むしろなんで戻す必要があるんだという声があったくらいだといいます。それでも金本監督が熱望したから球団が折れたとのこと。つまり阪神の球団体質としてメジャーに出ていった選手を積極的に呼び戻すことはあまりしないことがわかります。筒香選手の場合、多くの球団を渡り歩く中で DeNA がうちに戻らないかと常々声をかけていたということは筒香選手も明かしています。そのため筒香選手の背番号も空き番となっていました。しかし藤浪投手の場合、阪神が常々オファーしているという話は聞きません。ただ2023年オフは阪神 OB の鳥谷敬氏とのテレビ共演や甲子園に日本シリーズを観戦しに行くなど、未だに阪神とのつながりがあることがわかります。そのため藤浪投手が戻ってくるかもという噂は案外的外れではないのかもしれません。ただ岡田監督が熱望しない限りは阪神も動かない可能性はあります。どちらにせよ藤浪投手の今後に注目です。藤浪投手の阪神復帰についてご意見や案がありましたらコメント欄で教えてくださいね。この動画が面白いと思ったら高評価ボタンを押していただけたら嬉しく思います。今日も動画を見てくれてありがとうございました。次回もまた面白い動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちくださいね。